の卵切らしてた。マジで？すき焼きに卵ないとかありえないにゃ。はーい。こんばんは。ミュイトン。ちょっと卵を買いすぎちゃって、お裾分けに来たのよ。わあ、ありがとう。いいのよ。タケルさんのお役に立てれば。あ、そうだ。お醤油は今日が消費期限だから使い切っちゃってね。醤油？お台所のシンクの下、右から2番目に入ってるやつよ。ああ、あれか。それじゃあね。あ、うん。うみゃい、うみゃい。お肉に生卵が絡みまくりでうみゃい。ウェイターナイスタイミングだったにゃ。ウリトン、どうかした？ナイスタイミングすぎませんか？え？卵って普通、買いすぎたりしませんでしたし。そういう時もあるにゃ。それになぜメイタンは玄関から入ってきたのでしょうか。穴通ってくれば楽ちんなのににゃ。いや、玄関から来るのは普通なんだよ。にゃーたん、タケルさんが戸を開ける前にメイタンは戸を開けたんですですよね。それがどうしたにゃ。戸締まりはされていなかったのですです。え、してたけど。あれ、じゃあということは、ネイタンはこの家の鍵を持っているですです。すぐに鍵を変えるにゃ。タケル、今すぐ。タケルさん、鍵屋さんは連れてきたわよ。穴の中に誰かいるの？ニャータン？おはよう、食マグロ。はあ、おはよう、ニャータン。ニャータンじゃない。じゃあ誰？お腹空いてんの？ちょっと待ってて。な、びっくりした。なんで穴がここに？君、移動できるんだ。ずいぶん綺麗に食べたね。なんか君生きてるみたいだね。なんか面白いな。おいで、こっちだよ、穴。こら、くすぐったいよ。満天の星だね。今にも降ってきそう。あれは。あ、穴。僕を守ってくれてる。穴。いや。いや。なんで穴に頭突っ込んで寝てるにゃ。